吉野さん、ドリアカ売れたのすごいですね。本当に、いや本当に私思いますよ。80万とか言って金額をね、コンスタントに売っているというところは、私が逆立ちしても真似できないことですよね。で、どっかのやり取りで言ってましたけども、吉谷さんにはね、やっぱりね、100万なら100万、120万なら100万、120万のものを売る覚悟があるんですよね。価格をつけて人からお金を踏んだくるってことは、それ以上のものをもう押し付けるって言い方すごくね、いやらしいですけども、はっきり言ってこれぐらいもらったんだからこれぐらい返すよみたいなね、10倍返し100倍返しを本当にする人だと思います。そしてそれはね、私はずっと体験してきてるんですよ。いや、そういった意味を込めてね、尊敬に値するなと思いますし、はっきり言ってね、吉谷さん以外に見る人はいないと言ってもいいぐらいすごいですね。僭越ながら私のレベルで申し上げますんでね、これをどう捉えるか、私の高いレベルで吉谷さんをさらに持ち上げているのか、私程度のレベルで吉谷さんを評価しているのかってことはね、まあそれぞれいろいろと受け取り方があると思いますけども、私はね、ちょっと他の人を全然見る気がしないなと。逆に言うと吉谷さんの動画は強制的に送られてくるんで絶対見るというね、この関係ができています。でもやっぱりすごいですね。インターネットで稼ぐってことは広告なのか通販なのか、これも衝撃的な事実でした。私がこれを知ったのは2012年だったんですけども、これを知っただけでね、これを知っただけで私はね、100万円の価値があると思ったんですよね。まあ金額つけられないですけども、その通りに私はインターネットビジネスというわけのわかんないものに参加した時に、最初にインターネットビジネスってのは広告と通販なんだよってはっきりと言われた時に、確かになと。こんな簡単なことを知らずにずっとインターネットビジネスっていうわけのわかんない言葉の魔術に絡まれて、一人でにお金が降ってくるみたいなね、幻想を抱いていた自分が一瞬でもいたことにね、すごく恥じるのと同時に、最初の入り口でこれを知れたっていうのはすごく良かったなと思います。じゃあ広告を目指すんだったら何をすればいいか、アクセスを取るしかないですよね。で、自分の表現にアクセスが集まらないんだったら表現を増やせばいいんじゃないのと思ったんで、私はサイトの量産という道を選びました。ね、ツイッターってのはオートリツイートみたいな機能があって、自動的にツイートしてくれるっていうね、そういうふうな機能もあるわけですけども、これには全く反応がないんですよ。当然ですよね。そんなロボットでツイートしてるなんて誰が見てもすぐわかるじゃないですか。でも人間が血の会話したトークをその場のその時の感情でやるっていうのは、トレンドも入るし、それから自分の心のブレも入るんで、まあ人間味があってね、そこに信頼が生まれるんだろうなと思いましたね。まあですんで、私は自分のデコボコなね、それこそ半人前のサイトを量産してよかったなと思うのは、それでも信じてくれる人が来たってことなんですよ。で、テンプレート化されたような、そんなビジネスとかがね、成立されたこともありましたけども、テンプレートをそのままコピーで稼ぐのかなんてね、こんな発想を持ってる段階でもうアウトなんですよね。で、私は広告ってものが最初に張り巡らされたおかげで、その後の商品販売、通販っていうのは結構楽になりました。で、今ね、速稼塾ってものをやりながら、たくさんの情報発信をする中で、ね、いろんな種類の、やっぱ最終的には速稼塾ってもののセールスが待っているわけなんですよ。で、速稼塾の購入の仕方ってのは非常にね、安いというところもありますんで、インターネットビジネスに入るときに、なんか恐れを感じていらっしゃる方は、まあ入りやすいんだろうなと思いました。そして私、別に素人でも何でもないですからね。はっきり言ってこれだけでもうね、8年食ってるわけですから、食ってるばかりか、随分ストックもできたんで、ストックっていうと何かっていうと、まあでかいのは家ですね。家を一括で買ってるっていうのは、私本当にね、これほど自信を持った購入っていうものはないですよ。家を買うってやっぱりね、通常上場企業を勤めてる方でも35年ローンとかで買うわけでしょ。で、返済の平均年齢が73歳ですよ。私48ですからね、20年足しても68ですよ。だから通常はあと25年この家のね、購入のローンが残ってる人が私と同じ年代でゴロゴロするわけですよ。で、多分去年なんてのは返済がうまくいかなくなっちゃって、任意売却とか、それこそローン破産する人もいたんじゃないかなと思うんですよ。で、私はおかげさまでローンっていうものがないんで、そういうものに追われる恐怖はないですよね。まあ、それだけでも私はインターネットの世界に入ってよかったなと思いますし、で、今日もね、今見てみるといつの間にか動画アップロードが40本超えてるんですよ。なんかね、本当はね、皆さんから動画でご挨拶いただいたんで一本一本返したいんですけども、もうとてもじゃないけど不可能になりましたんで、すみませんけども抽選というかね、ガラガラポンで10人に1人ぐらいにしか返せてないっていうのが今現状でございます。ということなんでね、この場を借りて、もしご覧になっている方がいて、久保さんから返信なくなっちゃったなって方がいたら、それはね、残念に思わないでください。数が多いと本当に手が出せなくなってくるんですよ。まあ、ですんでね、思います。
ガーッとファンが増えた方でも、もうそこで止まるってことがあるんですよ。大悟さんにメッセージ出して帰ってくるとは思えないですよね。私は大悟さんと同列には語れませんけども、私の力量不足もあったり、私の、暮らしを守るって意味でも全員に返せなくなっちゃったのっていうのが2021年の、現実です。で、40分ぐらいの動画を上げてコンテンツもあるんですけども、非公開を合わせたら50分ぐらいになるんですけどね。まあこれでもね、今4時でしょ、だいたい朝ね6時半から取り掛かって10時間ぐらいやってます。で、ちなみに私実家の方に行って、あの明けましておめでとうございますもやってきたんですよだから 2,3 時間抜けて食事をしてきて、これからまたね夕食に行くんですけども、いや十分できてるなと思います、在宅でリモートで。うん、で、吉谷さんが気がついたらまた動画上げてくださったんで、こうやって返信動画撮ってますけども、あのもう心の拠り所ですよ。誰かからこうやってメッセージが来てると、で必ず吉谷さんからポンポンポンと動画来てるみたいなね、だからね、すごいなと、すごい人生を体験させてもらってるなと思いますよ。本当ありがとうございます。じゃあ今年もねよろしくお願いします。何を言ったのか今もう忘れましたけども、とにかく今年もよろしくお願いしますということでまとめさせていただきます。じゃあ夕食に行ってきます。